こうと思います。はい、皆さん、この駅とても親切でいろいろ案内が書いてありました。京都の河津桜の行き方で、ここからこんな風にまっすぐ行くといいみたいです。行ってみます。はい、じゃあ、このサインがあるので、このサインの通りに歩いていきたいと思います。多分すごい分かりやすい感じだ。道によく迷う私も行けるんじゃないかなと思います。はい、じゃあ歩いていきます。多分ね、8分ぐらいだというので、ここはと、ね、京都の南の方ですね。私の実家がある奈良の近鉄奈良駅というところから、近鉄線で京都の伏見区、南の方にある伏見区まで来ました。近鉄線で淀屋橋という橋ところまで行って、で今度またそこで淀屋橋から電車で乗り換えて、3つ目の駅でした。だいたいね、使った時間は1時間ぐらいですかね。今日ちょっとだけ曇ってるんですけど、雨降らなくてよかったです。じゃあちょっと楽しみなので、桜ね。桜というと普通は3月の下旬とか4月の上旬ぐらいを皆さんイメージすると思うんですけど、今日見に行く桜は早咲きの特別な桜です。色も咲く時期も、あとは咲く期間っていうんですかね、長さも全然普段皆さんがよく見るソメイヨシノという、ね、薄いピンクの桜とは違うタイプです。ピンクの上りをたどってきたらすぐ着きました。こんな感じ、すごく綺麗ですね。さっきちょ話したように、この桜はちょっと特別なタイプで、色が普通の桜より濃いピンクになっています。で歴史も実はすごく浅い桜で、だいたい1966年ぐらいに発見された桜だそうです。はー、綺麗ですね。で、どこで発見されたかというと、お茶で有名な、皆さん日本のお茶で有名な県どこか分かりますか？静岡県というところなんですけど、静岡県で発見、本当に作られたのではなくて発見された桜だそうです。皆さんが普段見ている、多分よく見るソメイヨシノというのは人工的に奈良で作られた、ね、桜の特別な品種なんですけれど、こちらはね、自然にできた桜だそうです。大島桜、なんかググりました。大島桜という桜、早咲きの桜と、それから寒肥桜というね、それも早咲きの桜なんですけど、この2種類の桜が自然に交配して、こうなんか混ざる感じでミックスしてできた桜だそうです。でちょっとこれから見ていきたいと。あ、ちなみにここはね、電車が通ってます。結構実はね、人がたくさんお花見にいらしてて、あんまりカメラで撮ってると大変。ちょっとじゃあここでもうちょっと喋っていきましょう。で、この桜、静岡で発見されてから、で京都に住んで、京都のこの伏見区というところで、京都の南の方なんですけど、伏見区の方が静岡から2本ですね、持って帰ってきて、で京都市か府政府の許可を得て、でここに2本の木を植えたことが、この京都のね、この早咲きの河津桜の始まりだそうです。でその後町の人たちが一生懸命こう保存して育てて増やしてっていうのを続けてきて、今だいたい200本ぐらい桜があるということです。で
大体咲く時期なんですけれど、あのすごく特別で、あのソメイヨシノは大体1週間ぐらいで散ってしまうんで、ね、皆さんも知っているようにあの桜の命は短いという感じですけど、でここのね、あの河津桜は大体1ヶ月ぐらいは咲いているということです。なのであの2月の中旬ぐらいかな、2月中旬から3月の中旬ぐらいまでずっと見頃だそうです。ぜひね、見に来てみてください。じゃあちょっとあの桜を見ながら歩きましょう。いやー綺麗ですね。お日様が出てきたからすっごい綺麗。全然見える。